馬の調子はいかがですか？またお世話させてくださいね。長篠の戦いにより武田の勢いは失われたが、上杉謙信の部位は未だ健在であった。謙信を牽制し動きを封じておきたい信長は、旧朝倉領の越前から北陸方面への進軍を命じる。その総大将に任じられたのは、蟄居を解かれて以降黙々と武働きに励んできた柴田勝家だった。手取川の戦い。失礼。息災ですかな、姫。いや、今日は庭の林道がよく咲きましてね。姫、そろそろ顔を上げてはいかがです？いつまでも塞ぎ込んでちゃ体に毒かと。長政様を助けられなかった私が許されるわけにはいかないの？何度尋ねてもそればかりですがね。俺たちは生かされて今ここにいるんですよ。蟄居も解かれたことですし、いい加減前を向かないと死んだ長政殿も浮かばれないんじゃないですかね。すみません、言葉が過ぎました。ですが俺の考えは変わりません。俺はこれから上杉との戦に臨みます。姫もどうか勝利を祈っておいてください。待って、勝家！このままじゃ私はまた。任務開始だ。甲賀一の連携見せようぜ。したよ、権六殿。いつになく気張った面して。さては久々の戦で武者震いしてんのか？あのな、年家、俺がそんな球に見えるか？心配はいらねえぞ。なんてったって俺がいるからな。ドーンと構えてくれよ、権六殿。ああ気遣い痛みいる。なあ半兵衛、お前は今回の上杉攻めをどう見るよ？正直順風満帆とはいかないだろうね。このところの進行は少し性急な気がするよ。だな、
それが信長様の狙いなんだろうが、杞憂に終わればいいんだがな。案の定上杉の夫人は盤石のようだ。さてどう崩すかね。南北からの進軍はどうです、柴田の旦那。うまくいくとは限りませんが。じゃあお前は南を進め、俺は北だ。手始めに近くの砦を攻略するか。それ式の兵数ではこの砦は落とせぬわ。主力を率いる権六殿と秀吉は守らねえとな。おっと、本陣を守る長秀殿もだな。不浄なる織田の進軍、到底看過できぬ。我ら上杉が残らず払ってくれる。承知。よし、本陣に近い砦を奪えたな。これでいくらか戦いやすくなんだろう。宝庫の憂いは立てた。これより前線の援護に回ろう。次だ。ている奴は恩人を守れ。妙だな、敵が少なすぎるよ。僕の予想では近くの砦に伏兵がいると見た。よし、この
はさっさと進軍と行きたいところだが、本陣の様子が気がかりだな。時は満ちた。皆の者を突出した織田勢を包囲するのだ。おいおい待ち伏せかよ。さすがが悪いな。一旦交代しねえと。早期到来。我らは上杉に加勢いたす。あれは一騎手？上杉と組んでいたのか。伏兵の存在は読めていたのに。連携は立てたか。ならば行くぞ。勝利を上杉の手に。開門。承知。あいつらが増援を手配しているのか。残らず倒して、ついでに砦もいただくかね。どうして上杉はオイラばかりよ。どう見るよ、半兵衛。僕が上杉なら、面倒な2体の連携は一方を潰して崩す。きっと敵も同じ考えなんだよ。見事だな。なんとか交代できたが、連携が取れないオイラたちに今できることは。ほら、オイラはここだ。追ってこい。これで旦那らの負担が減りゃいいが。大丈夫。これが僕たちに取れる最善だよ。秀吉の思いきっと伝わると信じよう。敗北条件変更。秀吉様が撤退しちまった。一体どうすれば。秀吉が引いただと。あいつのことだ。ただでやられるとは思えないが、今は秀吉の分まで俺たちが振るわねえとな。腹くくれよお前ら。俺は過ぎたことは振り返らねえ。ただ秀吉の分まで決まるだけだ。もはや勝利をつかんだも同然か。行け、上杉の聖堂にて織田を払うのだ。開門。この戦、我らの清き勝利は約束されている。無駄なあがきはよせ。畜生、粘っちゃいるがどうにも。二度生かされた命、まだ知らせねえのによ。ではいただくぞ。さて、ここからどうやって巻き返すか。開門。ようやく増援を止められたか。これで少しは前に進めそうだ。味方が織田を引きつけている今が山道を抜け奇襲をかける好機であろう。開門。分かったぜ。任せろ。急げ。急げ。
習を読んだか。勘の良い奴め、邪魔立てはさせぬぞ。くぜエノン、全力悔しいが、ここまでか。ミツキ、張り切りすぎてこけんなよ。やれやれ、奇襲を受けたらどうなってた。分かったぜ。こんなに劣勢だなんて、勝家は無事なの？姫が援軍に。どうにかお守りしたいが、今俺が前線から離れるわけには。敗北条件変更。敵本陣を脅かして奴らを引かせるか。姫も安全、勝利にも近づく。一石二鳥だろう。おだめ、存外頼る。増援を送れ。開門。あの砦を抜ければ敵本陣の近くに出るんだ。どうだ、奪わせてもらおうか。お前らの好きにさせてたまるか。俺の命に変えてもだ。急ぎ織田の増援を叩くのだ。本隊と連携させてはならぬ。織田の手勢か、軽くひねってやれ。引かせてもらう。任せろ。承知。ここから敵本陣を脅かすか。奴らがこっちに兵を割いてくれりゃ好都合だ。開門。おだめ、北の砦から攻め入るか。急ぎ兵を戻し、奴らを打ち払わねばな。開門。本陣はもう大丈夫みたいね。今から私も前線に加わるよ。来てくれたのね、ありがとう。一緒に上杉を追い返そう。このまま敵の本陣に向かいたいけど、手前の砦を攻略しておこうかな。
どうしい奴らだ。かなう相手ではなかったか。任せろ。悔しいがここまでか。これ以上進ませるぞ。どんなもんよ。あなたの存在心強いな。この砦を抜けたら敵の本陣だね。気を引き締めないと。開門。敵将ぶっ飛ばした。織田もなかなかあがくではないか。その執念を称し、私自ら払ってやろう。血の巣だ。一年この目にしかと焼き付けた。この剣心の膝を折らせようとはな。一心報いはしたが、ここいらが限界かもな。全軍退却だ。奮戦に免じて深を言わせん。次にまみえし時こそ我が聖堂にて払おう。上杉は追い打っては来ないようだな。ったく。勝家、ごめんなさい。勝手な援軍に来て迷惑をかけて。私、いえいえ、
お助けくださりありがとうございます姫。しかしなんでまた援軍に。あの時私の元を去る勝家が小谷城で全部背負って散ろうとする長政様に重なったの。もうあんな悲しい思いは二度としたくない。そう思ったら見ても立ってもいられなくて、つい。姫、あの時そんなこと。あんな大見え切っといてつくづく面目ねえな俺。ありがとう勝家、あなたの言葉で目が覚めたよ。もうあんな風に塞ぎ込んだりしない。これからも私は自分を信じて戦い続けてみせる。長政様や勝家みたいにね。その息ですよ姫。俺もこの槍守る者がため振るうと誓います。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。